第15回先進国首脳会議は1989年7月14日から16日までフランスのパリ郊外で開催された先進国首脳会議。会場がラデファンス地区のグランダル種だったためアル種サミット、グラン、アル種サミット、サミット・オブ・ザ・アーチ、ソーメイ・デー・エール・アル種とも呼ばれる。フランス革命記念日にあたる7月14日から16日までパリの歴史軸上にある ラデファンス地区にパリ大改造計画を象徴する建造物の一つとして新築されたグランダル州にて同計画を主導したミッテラン大統領をホストに開催された。並行してフランス革命200周年記念行事が開催され、これに参加する開発と上国首脳が多数パリを訪問し15回会議に参加した。東欧革命が進行する中での開催であり、 同年11月10日にはベルリンの壁が崩壊し、同年12月3日にはマルタ会談にて米ソ冷戦の終結が宣言された。日本にとっては平成に入って最初のサミットであり、昭和天皇の闘病中から続いた自粛ムードが2月24日の体操の礼をもって収束に向かいバブル景気の絶頂期に向かっていた。サミットに参加した首脳は以下の通り、 ありがとうございます。